コズミックイラ70。血のバレンタインの悲劇によって地球ザフト間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利が、当初の予想は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。中立国オーブの資源衛星ヘリオポリス、そこで地球軍新型機動兵器が秘密裏に開発されているとの情報を入手したザフト軍は、この行為に対し強硬策に出る。武力をもって5機の新型機動兵器のうち4機を強奪したのである。戦争とは無縁のヘリオポリスで生活を送っていたコーディネーターの少年キラ・ヤマトは、皮肉にもザフト軍の手を逃れた一機ストライクに乗り込むことになってしまうのだった。僕たちは戦いが嫌でここで暮らしているんだ。それなのにこれ以上戦争になんか巻き込まないでください。でもまた戦闘になるし、今を乗り切らないとあなたたちを無事に降ろしてあげることもできないの。卑怯だ、あなたたちは。この間にはモビルスーツはあれしかなくて、今扱えるのは僕だけだって言うんでしょ。気をつけて、敵モビルスーツよ。なんとかしなくちゃいけないでしょ。うそだろ。この反応者
が最後の一機か。こちらの手にならないとなれば沈んでもらおうか。こんな戦闘を続けていたらヘリオポリスがめちゃくちゃになってしまう。なんだって僕がこんな。モードアクセス可能になりました。